優しさを受ける勇気、どういうこと思ってますよね。はいさーい、日本の皆さん、こんにちは。南国大学校長のマーシこと吉川正弘です。さあ本日ですね、皆さんにお伝えしたいこと、それはですね、優しさを受ける勇気を持ってもらいたいということなんです。優しさを受ける勇気、どういうこと思ってますよね。大丈夫です、今からそれを説明するんですけれども、あなたは人から優しくしてもらいたいなとか、人に優しくしたいなって思ったことありません？あるいは優しい人ですねって言われたいなって思ったことありません？きっとあると思うんですよね。もしあなたが人に優しくしたい、優しい人になりたいって思うのであれば、何が優しさかを知らなければいけないんですよね。意味わかります？誰かから優しさを受けることによって、あ、これは優しいよね、これはいいおもてなしだよね、これは嬉しいよね、あ、これは最高じゃんって思う経験をすることによって、その経験をもとにペイフォワード、誰かに対して同じように優しくしてあげることができるんですよ。なのでぜひですね、たまには勇気を出して、お金を出して、時間を使って、リスクを取って、高級なホテルとかに行ってほしいんですよね。高級なレストランとか行ってほしいんですよね。普段は足を踏み入れないような場所に行ってほしいんですよね。そうすることによって、あなたは一流のおもてなしを受けるでしょう。一流のおもてなしを受けることによって、これは嬉しかった、今まで気づかなかった、こんなことされるんだということに気づいたりすることもあると思うんですよね。例えばホテル、5つ星ホテルとかって行くと、もう冷蔵庫を開けた時に中に入っているドリンクのラベルがちょっとずれてるだけで星を削られてしまったりすることもあるんですよ。でもパッと開けた時に全てのドリンクのラベルが揃ってる状態を見て、整然としてて気持ちいいなとか思ったりすることあるんですよね。例えばお風呂に置いてある椅子の上にタオルが置いてあったりすると、あ、そっか、お風呂で座るタイミングってもしかしたらシャワーから出てきたまんまで濡れた状態で何もない椅子に座るよりも、タオル地になっているところの上に座った方が優しいよねってことに気づいたりするわけですよ。その優しさを受ける勇気を持つこと、例えば誰かから何かおもてなしをしますよって言われた時に、いや、いいです、自分でやります、大丈夫ですって断らずに、ぜひその人のオファーを受けてほしいですね。その人の優しさを全部全身全霊で受け止めることによって、今度は新しくその発見した喜びを他の人にしてあげてみることができるからなんです。なので、ついね、日本人っていうのは他の人からの優しいオファーっていうのを断ってしまったりとか、自分でやるんでいいですよとかってしてしまうこともあると思うんですけど、たまにはね、全部サービスを受けてみてください。その素晴らしいサービスの中に必ずですね、きっとですね、新しい発見、あ、これ嬉しいよねとか思う瞬間があると思うんですよね。そうやって発見した新しいことを、あなたのお家に来客があった時とか、新しい人に出会った時とか、その人たちに今度はあなたが伝える番だから、やってみてほしいと思います。夢は必ず叶うし、不可能は絶対存在しない。もしこのビデオ気に入っていただけたら、ぜひいいね、コメント、シェアをお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。